ちゃん、猫ちゃんです。今からこの DMF の作り方を解説しようと思います。まずは用意するソフトの紹介です。デレン。読みましたか？読みましたね。これは Windows 向けの環境なので、Mac 使いのジーニアスたちは、せいぜい自助努力してください。デレン。手順は次のようになります。DMS エディターで並べる作業以外は、好きな順番でやってもいいと思います。では、BGA を作っていきます。デレン。まず、256指向の、